にちは、桜庭美沙央です。私は今ハローワーク秋田に伺っています。ハローワークではお仕事を探している方々に様々なサービスを提供しています。皆さんは就職氷河期世代という言葉を聞いたことがありますか？今回は就職氷河期世代で正社員就職を目指す方を支援する窓口、ミドル世代応援コーナーについてご紹介いたします。まずは総合案内で受付をします。それでは求職申し込み仮登録をします。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。本日は私相場しおりが職員に代わってこちらミドル世代応援コーナーをご紹介します。相場さん、このミドル世代応援コーナーは就職氷河期世代を支援する窓口と伺いましたが、具体的にはどのような方が対象なんですか？はい、就職氷河期世代というのはいわゆるバブル崩壊後の雇用環境の厳しい時期、おおむね平成5年から平成16年に学校卒業期を迎えた世代の方を言います。そしてその厳しい就職環境のため正社員就職後の就労期間が短い、非正規雇用の就労経験が多い、就労経験がないなど正社員雇用の機会に恵まれなかった方、そして現在安定した雇用を希望している方などが対象です。実は私も就職氷河期世代なんですよ。現在でいうと35歳から54歳までで正社員として働きたいという希望のある方が対象ということですね。ミドル世代応援コーナーを利用するにはどのような手続きをすればいいんですか？はい、まずは求職申し込み手続きをしていただく必要があります。ハローワークに設置されているパソコンで求職申し込み手続きをしていただき、職業相談をしていただくか、ご自宅などからもオンライン上のサービスを受けることができるハローワークインターネットサービスを利用してオンライン登録をしていただいた上で、ハローワーク職員に直接職業相談していただく方法のほか、パソコンが苦手な方には手書き用の申し込み書に記載いただく方法もあります。求職申し込み時の職業相談の中でその方に合った支援を決定します。具体的には支援というのはどういうことがあるんでしょうか？まずより深いサポートを希望される方には担当者制によるマンツーマン支援が可能です。このマンツーマン支援は求人情報の提供から応募書類の作成方法や面接方法まで計画的に支援を行います。なるほど、マンツーマンということは採用が決定するまで専任のハローワークのスタッフの方が一貫してサポートしてくださるということなんですね。その通りです。と言いますか、普通は採用までで終わりかもしれませんが、就職されてからもいろいろな悩みができたり不安なことがあったりするものです。そんな就職してから起こりうる悩みの相談に乗ったり、会社との橋渡し役になったり、就職後のフォローもいたします。まさに心強い味方ですね。この担当者制以外の支援メニューもあると伺いましたが、はい、職業訓練コースなどの情報提供や斡旋、職場実習体験のコーディネートなどもあります。職場実習というのは就労前のリハビリテーションのようなものですか？リハビリというよりは新たな仕事へチャレンジしようとする方に実習や体験を通じて少しでも希望の職種、業種の理解を深めていただきたいと考えて実施するものです。職場実習をすることができれば未知の職業への不安もなくなりますよね。はい、そしてこの実習期間や内容は本人の希望を聞いた上で調整いたしますので無理なく行うことができるんですよ。またその方のスキルなどに応じてご希望に沿った会社へ求人開拓を実施することや、トライアル雇用制度を活用した就職の斡旋も行っております。トライアル雇用制度というのはどんな制度なんですか？トライアルというのは試みしようという意味を持ちます。つまり試しに雇用をするということです。働いた経験が少ないために就職に不安を感じている方などへ常用雇用の前提として原則3ヶ月間その企業で試行雇用として働いてみる制度です。
このトライアル雇用ですが、試用期間とは違うんですか？はい、トライアル雇用期間はあくまでも有期雇用契約になります。よく雇用者が雇用された後に、こんなはずじゃなかった、思っていたのとかなり違うという言葉をよく耳にします。トライアル雇用を経験していれば、まずそのような状況に陥ることは防げます。実際にその会社で働いてみなければわからない職場の雰囲気などを体感することは大きなメリットであると言えます。仕事や企業に対してより理解を深めることは大切なんですね。はい、その通りです。もちろんトライアル期間中も賃金は支払われますし、トライアル雇用が終了した後も約8割の方が常用雇用に移行しているという実績があります。本当にミドル世代応援コーナーの支援メニューは就職氷河期世代の求職者にとって心強い味方ですね。そして労働者の募集採用の際は原則として年齢制限を禁止していますが、就職氷河期世代を対象とする求人に応募できるようになりました。就職氷河期世代で現在お仕事を探している方、または転職をお考えの方、まずはここハローワーク秋田に足を運んでいただき、ミドル世代応援コーナーをご利用ください。また就職氷河期世代の方々に関する相談はハローワーク秋田以外の県内の各ハローワークでも対応いたしますので、ミドル世代応援コーナーの利用が難しい方もお気軽に最寄りのハローワークまでご相談ください。本日はハローワーク秋田にお邪魔してミドル世代応援コーナーについてご紹介いただきました。相葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。